はい、で戻ってくるコースで、まあ、10分15分ぐらいのコースなので。わかりました、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、こちらで行きますので、はい、皆さん行きましょう。初めてですか皆さん。初めてです。いや、まあ僕は前住んでたことあるんですよ、東京で。東京はもう俺の庭みたいな感じで。そうですね、久しぶりです。皆さんは初めてですか。あ、子供は初めてです。どう俺で見たいかなと思います。どっちのお兄ちゃんがいい。どっちがいい。どっちのお兄ちゃんがいい。選んで。せーので、せーので、せーので。OK、 せーの。おお。じゃあお父さん、いや、すいません。知ってますか、僕の背中。あ、もう全然かっこいいですよ。もう筋肉バッチリです。はい、1号車を行きましょう。じゃあ、一緒についてきてください。じゃあ、僕らの後ろからついてきてください。こちらからお願いします。はい、ありがとうございます。はい、前の方まで。あ、はい。はい、お待たせしました。それではですね。いやいや、遠いですよ。今から3、2、1で持ち上げるんで、体重背もたれの方にお願いします。あ、はい。3、2、1、優勝。そしたら持ち上げていきますよ。はい、OK です。ありがとうございます。はい、お願いします。そういつですね、もうすぐ信号変わっちゃうので、すぐ信号待つということで。はい、あ、やっほー。はい、でですね、本日担当いたします1号車リケンさんも来まして、ペイちゃんで。ペイちゃん、ペイちゃん。そして2号車担当する東西あたる、略してゴリちゃんです。おー、ゴリちゃん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、大体10時過ぎぐらい、10時前、はい、じゃあ行きたいと思います、はい、よろしくお願いします。今日何プランで来たんですか、朝。インドネシアから来たんですよ。あ、はいはいはい、でも住んでるのは名古屋、愛知。はい。でこっちはパスポートの更新、インドネシア大使で、そのために来たんですか。そうそうそう。で明日帰ります。まさかの。え、明日も、え、朝帰るっていうのは名古屋に帰る、それとも。あ、名古屋です。あ、もう僕はもうずっと日本です。あ、そうなんですか。はい。え、あれですか、国籍的には。国籍はインドネシアなんですけど、ただ永住が持ってます。なるほどなるほど。はい、でそれでパスポート更新云々で今日は来た。はい、そうです。なるほど、まさかの、はい、大体皆さん観光って言うんですけど。あ、そうです、ね、まさかのパスポート更新っていう。パスポート更新薬にすぎませんって言ってきた。あ、はい。はい、走っていきたいと思います。はい、出発します。はい、お願いします。お願いします。乗り心地いかがですか。おー、めっちゃいいですね。ありがとうございます。ガンガン走っていきます。お、スカイツリーも見えますね。もうそうですね、めちゃめちゃ近いんで。どうですか。楽しい、楽しい。子供初めてなんですよ。あ、そうですね、はい、じゃあね、どう、イケメンのお兄さん、どう。反応がちょっと微妙っぽかったです。新しい意地で。じゃあね、今ねちょっと僕初めて乗ってくれたって言ってくれたんで、はい、ちょっとだけ浅草について説明しようかなと思います。あ、お願いします。はい、そうですね、はい。じゃあね、お二人に左手にでかい砂があっても見えるかな。でかい建
もあれなんとかツリーっていうんだけど、何一番左あれはあ、スカイツリー、あ、もう大成功、すごい、スカイツリーボケしてるね。そうなんですよ、あれ高さどんくらい方が聞いたことあるなんとか、今お父さん僕はどれぐらいですかね。一応ヒントは、はい、ゴリさん、360人並べばあの高さになるんで、はい、そんぐらいの高さ。あ、難しい。難しい。どれ？どれぐらい？これ。1200？ 1200。でかい。ちょっとでかい。これの半分ぐらいです。半分ぐらい。でも半分600？ そうですそうです。あ、630m。でも。高く見えるですね。え、下まで上？ペペンまで？全部で634m。日本で一番高いと思う。一番高い。あと、いや、その話聞いて、次ミルクシャワーをね、ちょっといろいろ動こうって言ってね。あれね、すごいね、運動っぽいよね。あれね、実はね、なんと。あれは実はね、炎、ファイヤー、ファイヤー、ああ、そうそう、あのゴジラのファイヤー、そうそう、ゴジラファイヤーね、全然見えないと思う、見えない、ちょっとだけ覚えててください、はい、ゴジラのファイヤー、はい、じゃあそんな感じで、あ、ちょっとだけ豆知識をしてたんで、ありがとうございます、写真撮りとかだと思います、はい、皆さんで映えちゃいましょう、はい、それでは行きます。はい、すごいですね、1日だいたいお客さん結構あります？まあ、もう日によりますね、結構。あ、土日とか忙しい？はい、今日とかは、まあ、お盆とか、はい、そういうやっぱなんか連休とか、はい、のシーズンは本当に忙しいですね。ゴールデンウィーク年末年始とか、はいはいはい、はもう僕らずっと走ってる感じです。おお、だからこういう朝一っていうか乗られるのがスムーズに待ち時間だけ行ける。それ女の方もいますね。あ、そうですね、女性ドライバーも、女性ドライバーすごいいますね。新車ってあれ引っ張ればスイスイ引けちゃうんですよ。力持ちですねもうマッスルで、おお、めっちゃマッスルですよ。マッスルで頑張ってる。もう一回見せて。ムキムキすぎるでしょこれ。ああ、そうだ。前のお兄ちゃんも。やばい。お兄ちゃんも結構ムキムキすごいと思っても、実はオーナーも引けちゃうぐらい。あの筋肉伝わってできるっていう。ああ、ですよ。なので僕も今日だったらお父さんも全員引けちゃうんで。でもこれ練習1年ぐらい練習しないと。まあでもしかもそうですね。僕ら研修みたいな。ああ、練習期間みたいなのがあるんで、はいはい、で、そこで練習が終わったらやっとお客さん乗ってて、おじゃあ、お兄ちゃんもうあのタバコとかお酒吸わない、食べ飲まない、まあ、もお酒は好きですね。あ、そうですね。こんな感じで、スカイツリーがめちゃめちゃ綺麗見えますね。おー、めちゃ綺麗、はい、見えますね。ではここで写真撮っていきたいなと思います。はい、はい、また前戻っていきたいと思います。皆さんお待ちください。今日はもう私たちが待ってるんですよ。そう、え？カミナリモンとセンソンじゃ行きました。はい、ちゃんと王道を外さないという。そうそうそう。さすがでございます。もうね、めちゃめちゃお子さんたちも満喫してます、ね。おお、めちゃね。もう全然乗り
乗り込ませた。そう、めっちゃ好きなんですよ。気に入っていただいたのは、はい、僕らどこでも行くんで。あ、本当ですか。本当に僕らってね。じゃあ愛知県まで行きましょうか。3ヶ月コース。やばい。あの本当におじちゃんってご存知なの。はい、スカイツリーの方まで送ってとか、人力車で送ってみたいな。ああ、本当ですか。終わったりとか、はい、あと他にはですね、まあ、なんか僕の先輩なんかは、はい、あの人力車で浅草からディズニーランドまで、おお、3時間コースで行ったりとか、もう全然そんな感じで OK なんですよ。すごいですね。はい、まだ20代？まあ、そうですね。僕、今年24です。24、わっけぇ。僕と2倍じゃん。わかりました。はい、あの前のあのペイちゃん、あ、若そうですね。ペイちゃんは、今年21。21？ はい、今年21。もう、すごいですね。まだピチピチですよ。ピチそうそう、男の子は、2年生8歳です。8歳で、お姉ちゃんの方は、4年生10歳。なるほど。はい、あと2人とも10年後にあの人力車でお待ちしてるんで。ああ、本当ですか。で、お姉ちゃんいますけど、はい、今お母さんなんかね、はい、乗るとか来たら、はい、あ、大丈夫とか言ったら。いや、もしかしたらこれを見て羨ましがってまた乗るけど乗りに来るかもしれない。あの動画見て。動画見て。みたいな。うん、かもね。でしょ。それではですね。はい。ぐるっと回って。はい。楽しいのに。わあ、めっちゃ楽しかったです。本当ですか。うん。めちゃめちゃ晴れてましたね。うん、めちゃいい天気です。はい。あの全国人民公園なんで。今日はあの雨かなとか、もう台風なんで。そうですよね。そうです。まあ無事に晴れて。あの子めっちゃすごい力ですね。あ、そうですね。走ってます。走ってますね。あ、会社大体全部で15ぐらいです。すごいですね。これ引っ掛けは何ですか？なんでこういう仕事は？やっぱなんか浅草遊びに行った時にやっぱかっこいいなっていう。あ。一目惚れみたいな感じで、はいはいはい、さっそうと走ってるやつみたいな、かっこいいなと憧れて始めたんですよ。あ、本当ですか。今日はまあこんなおじいちゃんでもないですか。じゃあ若い人乗った方がいいんじゃないとか思うじゃないですか。お世話いっぱいでさ。本当ですか。お父さん今日持ってくれたんですか。初めてですよね。そうそうそう、そうです。もういただけたので、もうこれすごい、もうあの子供にいい思い出になりましたよ、これ。本当ですか。はい、ありがとうございます。もうこの動画中途保存しますので。延期保存版で。保存版で。そうそうです。もう多分ゲート記憶ロボットです。すごい。ジャングリちゃんで。うん。ドリちゃん。あずま。お疲れ様。はい。はい、ありがとうございます。はい、よいしょ。じゃあ下ろします。あ、はい、はい、はい、お手準備していきます。少々お待ちください。じゃあシートベルトから入ってますね。失礼します。じゃあ3名様で、はい、6000円でお願いします。わかりました。はい、ありがとうございます。いかがでしたか。はい、よし、いいよ、そのままいいよ。あ、サイちゃん、じゃあ、お二人に2000円ずつなので、合計6000円になります。ありがとうございます。改めて、お手元でお願いします。はい、
どうだった準備した？楽しかった。楽しかった。じゃあね、今日ね乗ってくれたね皆様にちょっとだけお土産があります。なんだろう、なんだろう、なんだろう。よしのお名前で聞いてみてもはい、あの僕はコマンです。コマンです。はい、じゃあ消しました。じゃあね、ちょっとね、こう両親商品、実はねドキドキギフト券が出てる。はい、何かと言いますと、はい、よいしょ、こちらですね、次回人力車に乗ってくれたら、はい、10% 引きになるとまたやつがありますので、はい、ぜひぜひまた来てください。いつまで？じゃあね、プラスでさらにお土産クーポン券も渡します。せっかくね、たっぷり浅草来てくれたということで、はい、浅草雷串林業ってとても有名です。こちらを、はい、雷門商品を見て左手のお店決まると8パブ気になります。おお、割引で。こちらに地図あるのでよかったら見てみてください。はい、みんなでね使えるので、はい、お願いします。まあ、もう一つ浅草ね、家高は、もんじゃ歴史が有名なので、これもお願いします。一緒に地図あるので、はい、はい、ご準備できるので、ぜひ食べてみてください。はい、じゃあ、もう一回ですかね、ご質問なければ、はい、本日は、お待ちの時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よし。じゃあ、お姉ちゃんにバイバイして。じゃあ、ありがとう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。雷門方面なんで。あ、はい。ありがとう。